でもその釣り方の方が多分上手くなりますよね。そうやって好きな場所で取っていくのは。あそこなんてね、下手すりゃ無限にいる感じがするからね。やっぱ遠くは楽しいっすよね。何が楽しいって。待っちゃった。そう、だから、そういう釣り方はほら、できる釣り場いっぱいあるからね。やっぱあの、見えないところに投げて釣りたいっすよね。丸山さんがやってます。